ムル君とベルちゃんにも風船を渡してください。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあ皆さん風船は受け取りましたか？では今から作り方を説明するので皆さんよく聞いてください。皆さん風船をじゃあまっすぐ横にして、次に半分に折ります。半分に曲げて、半分にねじってください。半分にねじってください。風船を半分にねじってください。半分のところでねじってください。そのねじったところをですね、パクリと、折ってください。大丈夫ですか？ついてこれてますか？そしてですね、また横にしてもう一度ねじってください。するとネズミが出来上がりました。皆さん出来上がりましたか？皆さんネズミ出来上がりましたか？できました？みんなできてますね。風船受け取ってない方もですね、どんどん参加してください。大人の人も参加してください。皆さんネズミ出来上がりましたか？じゃあブル君、メルちゃん、ここからネズミはどうやって遊ぶんですか？皆さん左手を OK の丸を作ってください。 OK してください。左手を OK してください。その OK したところにですね、ネズミの尻尾を入れてください。そしてですね、ネズミの尻尾を引っ張ってネズミが飛びます。皆さんで飛ばしましょう。きれいになると思う。じゃあみんなでネズミ飛ばしますよ。いいですか？左手で OK を作って、その中にネズミの尻尾を入れてください。じゃあ皆さん、せーので飛ばします。いきますよ、せーの。ブル君あんまり飛ばなかったです。じゃあ風船遊びはこの辺にしましょうか。じゃあ次は何の遊びしますか？あ、じゃああれ行きましょうか。じゃあ今からですね、ポーズ遊びをしたいと思います。今からですね、ブル君、ベルちゃんにポーズを取ってもらいます。皆さんこのポーズをよく覚えてください。じゃあですね、早速ブル君ポーズ取ってください。はい、ブル君はこのポーズです。皆さんじゃあ一緒にしましょうか。ブル君のポーズこれです。皆さん覚えましたか？はい、じゃあ次ベルちゃんのポーズです。せーの。はい、これがベルちゃんのポーズです。皆さん一緒にしてください。このポーズベルちゃんのポーズです。覚えてくださいね。では、じゃあブル君、じゃあ最初行きましょうか。3人でします。博士さん、はい、ちょっと来てもらっていいですか？助っ人として。前すいません、失礼します。前すいません。
じゃあですね、ブル君、ベルちゃんのポーズも覚えてもらったんですけれども、はい、博士さんのポーズも皆さん覚えてください。はい、お前、何それ、前からあったかのように言うとは一番いきなり言うたね。なんか、ポーズありますか。博士のポーズあったっけ。なんかすごい。じゃあ、お願いします。振り返り、ざまを見てください。せーの、博士のポーズ。これが、博士のポーズです。皆さん、覚えましたか。聞けました。こんなんでいいですか。大丈夫ですか。じゃあ、ブル君のポーズがこれですよね。これがブル君のポーズです。ベルちゃんのポーズがこれです。このポーズがベルちゃんのポーズです。じゃあ、博士のポーズが博士このポーズです。はい、じゃあですね、今からこの3つのポーズを使ってですね、遊びたいと思います。じゃあ、ブル君、じゃあ最初前出てきてもらえますか。じゃあ、ブル君が今からこの中の3つのポーズをポージングするので、お客様も何か1つ、3つの中からポージングしてください。私がバファローズというので、バファローズの図でポーズを決めてください。では皆さん立ちましょうか。ブル君と同じポーズだった方は立ったままで、それ以外でブル君と違うポーズだった方は座ってください。ルールの方は大丈夫でしょうか。じゃんけんだとアイコが勝ちということですね。はい、じゃあリハーサルとして一回やってみましょう。じゃあいきます。バッファローズ。はい、ブル君は博士のポーズをしました。ブル君だからといってブル君だからといってですね、ブル君のポーズをするわけではなく、いろんなポーズをするので皆さん予想してください。大丈夫ですか。では本番いきましょうか。